定住自立権構想研究会は、総務大臣主催の指摘諮問機関、研究会とついているが、法令等でいう懇談会等行政運営上の会合にあたる。地方からの人口流出による人材及び医療機関等の確保の困難さや、地域間交流の阻害などの弊害を解消するために、5から10万人規模の市を中心とする権益を定住自立権として設定し、 都市と地方が支え合う共生の社会の実現のための具体的な方策を検討するために設置された。2008年1月21日に設置され、同年4から5月頃を目途に提言内容を取りまとめる予定である。書務は総務省自治行政局市町村下が行う。2008年1月21日研究会の趣旨説明及び運営要項、スケジュールの確認。 定住自立権構想のイメージ及び地方権の現状について2008年2月14日平成の大合併における市町村の動向と広域行政権の現状複数の地域の事例紹介2008年2月27日都市と地方の地域間格差の問題提起定住自立権の有用性に関する考察人口5万人以上の中心市と 周辺市町村が協定を結び、県域として定住、自立、発展を目指す。病院やショッピングセンターなど、都市機能を中心市が整備し、自然環境や食料生産などを周辺市町村が担い、互いに連携しながら、県域としての利便性を高めていくことで、大都市への人口流出を防ぐのが目的とされる。総務省は2009年1月現在、 中心市24市周辺市町村3市3町を先行実施団体として発表し、2009年度内の協定締結を目指し支援策などの検討がなされている。2009年3月31日現在、24市22県域が先行実施団体として決定している。定住自立権の形成に先行して取り組もうとする市町村を募集し、 応募した団体の副市長等と意見交換を行った上で決定された。2009年4月30日までに、これらすべての先行実施団体において、中心室宣言が行われた。ありがとうございます。